大ジンコダフネアマグナオオミジンコは、エラー指向用客アコウ双角目枝図のアモク、イキャカメミジンコカミジンコ属に属する甲角類である。体長1から5ミリメートルで、メスが大きく、オスは一般的にメスよりも小さく、赤みが強い傾向にある。オスの第一触角は、メスよりも長いのが、特徴的で、手のようなものは、遊泳客と呼ばれる第二触角である。 染色体数は2倍体で20、1倍体メスで10である。天然には日本国内には生息しないが、ビワコなどでの生息が確認されている。原産は北米、中国。オウミジンコは自分と同じクローにしか生まないタンたタめ生殖器と交配して子孫を残す有性生殖器がある。一般的に通常はメスを産み、 単ため生殖卵で繁殖するが、生存危機が迫った時にだけオスを産んで交配すると言われている。また、餌や水温、日照時間の変化により、休眠卵と呼ばれる卵を作る。有性生殖期には、雌雄の交配による受精卵を作ることもある。干渉魚の餌として利用されている。また、化学物質の生態影響を調べる生物としても利用されている。 OECD では、化学品テストガイドラインとして、ミジンコ急性毒性試験、ミジンコ繁殖試験が取り上げられている。日本では、改正過信法の施行から、これらの試験項目で大ミジ人コが使われるようになったが、これは、OECD の勧告等が大きな影響を与えた。全身は透明であり、解剖をすることなく臓器等を見ることができる。ありがとうございます。